にちは、本日は友人エーサーワークショップ新風丸なるハイボールにお越しくださいまして誠にありがとうございます。今日はね、沖縄の芸能を皆さんに楽しんでいただきたいと思います。最後までどうぞよろしくお願いいたします。本公演はですね、次を担う世代の文化芸術文化芸能の鑑賞を目的とした文化庁の子ども育成事業でございます。またコロナウイルスの感染拡大への予防をしっかりと行っておりますので、どうぞ安心してご参加くださいませ。ではここから実際にこのエイサーワークショップを始めてまいりたいと思いますが、まず皆さんエイサーというのはご存知ですか？知ってる？知ってるかな？はい、エイサーというのは沖縄の太鼓でございます。沖縄の音楽、沖縄の民謡に合わせてあの世から戻ってくるご先祖様を迎えたり送ったりするときに踊られる踊りなんですね。この沖縄の音楽に合わせて沖縄の青年会、お兄さんお姉さんたちがね、手踊りやエイサーの太鼓を、ね、叩きながら、勇壮にとても、ね、力強く、そして沖縄らしくね、とても綺麗に、踊りをするものでございます。夜の、ね、8時ぐらいから夜中の12時ぐらいまで、だいたい50人から100人ぐらいが、ね、一斉に踊ってるすごい踊りなんですよ。まず沖縄のそのエイサーの太鼓の楽器の紹介をちょっとねしていきたいと思います。何個か数多くあるんですけれども、その中に私たちがね普段使用している楽器です。まずね3つ並んでまいりますが、まず真ん中からいきます。こちらパーランクという手踊り、手持ちの太鼓なんですけれども、こちらの後ろの方がね丸い穴が開いています。はい、タンバリンみたいな、形をしていますが、とても簡単そうに見えるのですが非常に複雑に叩きます。沖縄ではヘシキヤ青年会、ヤケナ青年会といったところが、この太鼓を使って、叩きます。とても、一糸乱れぬ、太鼓さばきなんです。どのように使うかご覧ください。手足がこうバラバラにしながらね、太鼓をこうくるっと返すのが非常に特徴です。さあ次は締め太鼓です。和太鼓の中にもね、この締め太鼓よく出てまいりますけれども、太鼓の場合はね、こう太鼓を下に置いて、もしくは台の上に乗せて両手でバチを持って叩くんですが、エイサーで使うこの締め太鼓というのは左手に持ち、右手にバチを1本持って振り回しながら叩きます。もともとこの締め太鼓が非常に重いのですが、これは軽く作られております。とはいえ周りには鉄筋が入っておりますので、お子さんやね、女性ですと手首をこう腱鞘炎になってしまうぐらいの重さはあります。全身で使わないとね、この太鼓は叩けません。どのように使うかご覧ください。してると思いますけれども、まあ、朱色です。沖縄県でも色でもありますけれども、でこの赤色というのは中国の太鼓も実は赤い太鼓なんですね。中国と琉球王国というところ非常に国交が深かった、仲が良かったことはね、こちら見ても分かります。この太鼓一つ8キロぐらいあります。はい、この太鼓はですね、その村その地区のリーダーしか持つことができません。ですので50名から100名ぐらいの中での2人3人ぐらいしかね、日本太鼓を持つことが今でも許されていません。でその将来ですね、まあ、その区長でそういった、人徳にあふれ力が強い人でないとね、なかなか日本太鼓を持つことが許されていないです。どのように使うかご覧ください。
はい、大太鼓を歌って、ね、片手でこの8キロの太鼓を振り回すというのをね、非常にこう練習鍛錬をしたいとね、この太鼓を打つことはできません。さあ続いては、こちらです、先ほど私がずっと持っているものですが、これは、沖縄の音楽芸能には欠かせない楽器です。なんていう楽器かご存知ですか？これはね、三線という楽器です。漢字の三に糸辺の線に三線ですね。これは三線の中でも何種類かあるのですが、真壁型という形の三線です。この形は非常にこの三味線とほぼそっくりなんですね。このまま大きくなったのは、三味線と思っていただければ結構です。あとこの皮、これ何の皮か知ってますか？そう、蛇なんだけど、何の蛇かな？ハブじゃないからね。ハブはね、沖縄住んでるからこんな大きいハブいないからね。これはね、ニシキヘビです、うん、この歯が、このね、三線がこちらに切り、この皮が手に入らなくなって動物の皮になったり、しているのが三味線なんですね。ですので、非常にこう音を聞いてみると、なんかね、懐かしい感じがします。そして早く、ゆっくり弾くとね、なんかこう、なんか波の音が聞こえてくるような感じ。そして早く弾くと、なんかこうワクワクするような不思議な楽器なんですね。ちょっと生の三線の音色を聞いてみてください。早くこうね、ワクワクする独特なね、リズムがね、沖縄のリズムでもあります。さあ、今の、楽器を紹介しましたけど、今度はね、今日実際にエイサーワークショップで、踊る踊り等身同意という曲です。はい、等身同意という曲をね、実際にね、どんな感じの踊りなのかを見てもらいたいと思います。では等身同意、ご覧ください。実際これを皆さんに踊ってもらいたいと思います。準備はよろしいですかね？ではここからは実際にエイサーのワークショップを開催していきます。エイサーのワークショップ、そして、もう一つはね、沖縄の音楽もね、皆さんにちょっと楽しんでもらえればなというコーナーもご用意しています。早速エイサー体験をしたいと思います。後ろの方に太鼓があります。皆さん密にならないように隣の人と距離をとって、手の消毒をしてから太鼓を取ってください。じゃあちょっと 左側の子から、こちら側の子からね、はい、順番に消毒を
して太鼓をもらってください。はい、太鼓もらったら元の位置に戻ってくださいね。はい、じゃあ太鼓を左手、バチを右手で持ってください。はい、まずは思いっきり叩いてみましょう。いきますよ、せーの、ドン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 、もっと強くもっと強く、ドンドンドン。はい、OK です。ありがとうございます。いいですね、大きい音が鳴ってます。じゃあ早速エイサーの踊りに入ります。まず左足を前に、右足を後ろに下げてください。せーの、ここからちょっと難しくなります。等身同意の歌詞に合わせて踊ります。等身同意さんてまん、等身同意さんてまん。この7回目、7回叩いたところで座ります。叩きながら座るよ。せーの、お、完璧です。皆さん座れましたね。ではさっきの等身同意さんてまんと今のトトンガとくっつけてやってみましょう。できるかな。等身同意さんてまん、トトンガトン、トトンガトンって続きますよ。いくよ、構えてください。いきます、せーの、行っても大丈夫かな。 1,2,3,4,5,6,7 で回したら前でトン、くるっと回って後ろでトン、横でトン。はい、ここちょっと難しいですね。前、後ろ、横、回ります。できるかな。ちょっとゆっくり動こう。7で回して前で、くるっと回って後ろ、はい、横、ポン。はい、素晴らしい。じゃあもう一回 1,2,3,4,5,6,7 でジャンプまでやってみましょう。いくよ、はい、手を前に出してください。せーの、今から皆さん、ここはステージです。向こうにお客さんがいます。今からこちら本番です。いいですか。最後5番やります。頑張ってください。5番です。1番2番はゆっくりです。3、4、5がだんだん速くなっていくのでついてきてくださいね。いいですか。さあ最後等身同意頑張りましょう。はい、じゃあ構えてくださいね。踊りが素晴らしかったら皆さん、客席に座っている皆さん、お客様、大きな拍手をお願いしますね。いいですか。はい、じゃあ構えて等身同意です。